はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、ネタが尽きているというようなところでございますが、昨日ライブ配信でね、借金どうなってますかっていうことを聞かれたので、話していこうと思ってます。実は今日ですね、6月分の返済の6万5千を支払って、残額がですね、残りが、173万円ですね。借金が残っております。で、もともと去年の10月に224万円でしたので、なんぼや。224÷173、50万円ほど借金減ってますというところですね。まあ、このレベルであれば、なんとか返していけるのかな。返していけるのかなというか、まあ、もともと、そのぐっさんの収入を見てですね、返済計画を立ててるので、大きく使わなければ返せるはずなんですけども、今、ぐっさんの手持ちのお金が173万もないっていう。株で大損したりとかですね、無駄な出費をしているので、ないという状態でございます。これ多分ボーナス満額入っても130万ぐらいしかないんちゃうかな。ではございますが、多分ね、次の冬のボーナスがちゃんと入れば、支払いも、まあ、きっちり滞りなくやればですね、今年の12月には残額が134万になるはずなので、まあ、それで帳尻が合うかな、というところではございます。まあ、それまでにね、いろいろ、まあ、散財って言っても、なんですかね、まあ、ネタのためって言ったら、まあ、ちょっと、言い方悪いですけども、まあ、YouTube の作成に、注力して、で、まあ、自分のストレス発散もしてと、で、株も買ってというような形でですね、なんとかやれるやなと思ってます。まあ、遊び金みたいな形で、ボーナスを使っていけば、多分月々のその足が出る分は、補えるのかなとか思いながら、今、喋っております。まあ、ボーナスの額面はね、29日かな、にならな分からんので、まあ、来週ですかね、今週いっぱいなんとか過ごして、来週、ですね、まあ、なんとか過ごして、あと2週間か。なので、まあ、ボーナス出て、またすぐですね、まあ、借金返済と、あと親に、交通費とかの、立て替えをカードでやってもらってるので、それを支払って、残ったお金で遊ぶのか、また株を買うのかっていうのは決めようと思ってます。なんとか、そうですね、まあ月、6万5000ってまあまあなんですかね、給料の中だけでやるのはきついんですけども、まあそれでもなんとか生きていけてるというところで、すが、できればこの借金もですね、はよ返したいと思ってるので、まあそういった意味で YouTube の収益化の1000人、目指していければなというふうに思ってございます。以上です。